こんにちは、暮らしとコーヒーの動画です。今日のテーマはこちら、 SCAJ で見てきた最新ミル事情です。暮らしとコーヒーの動画。はい、こんにちは、暮らしとコーヒーの動画です。こんにちは、キグさん。キグです。なるほど、コーヒー探検隊のなるほどですね。よろしくお願いします。毎年ユニークな格好してますね。はい、自分たちで作りました、これ。なるほど、はい、かわいい。後ろ見せてもらって。あー、かわいい。こんな感じで、はい、そうね。今年はこのバッグの中から何が出てくる？バッグの中にはもう何も事務用品しか入ってない。ウィダーとかしか入ってない。去年までそこからスケールとかいろいろ。明日はそうですね、やっとですね。やっとさっきライブ配信でもやったんですけど、はい、あれ見てしましたっていう方に僕2人会いました。ありがとうございます。本当にありがとうございます。値段聞いて3つ聞いたらしいんですよ。あ、でここの予約したっていう方が3つ行ったんですね。そう、なるほど。で結果器具でした。ありがとうございます。バリアですね。バリアです。バリアです。バリアです。バリアと、ずっと話は聞いてたんですよ。そうですね、いろいろあってずっと話は聞いてたんですけど、思ったよりライブでもやったんですけど、思ったよりやっぱ精度出ますね。あ、すごいなと思って。いや、すごいと思います。で今回収録バージョンなんで、より書斎に映せるんですよ、はい、なのでちょっと引き目を3つ試させてもらいたくて。わかりました。一番細かいところ、これはエスプレッソいけるんですか？いけます。エスプレッソのところと、はい、あとドリップ液、ドリップで、あと粗め、はい、の3つをちょっとずつ同じぐらいの量引いてもらえたらなと思います。ありがとうございます。まずじゃあエスプレッソからいきましょう、はい、お願いします。ここで動かすんですね。はい、ここがゼロ。なんか今外ダイヤルが標準化しましたね。使いやすいですよね、こちら。で、これでまあ3ぐらいかな。で、入れていきます。はい、入れます。こんな感じで入れます。で、一応こんな感じをします。いや、これ静かですよね。いや、本当に動いてるときすごい静かなんで、豆引いててこの音だったら、もう今この静音性が当たり前になってくるというさ。今後はそうですね、よし。これがエスプレッソですね。あー、すごい、きっちり揃ってる。きっちりですよ。これすごいな。これすごいです。で、次が、はい、まあ、ハンドドリップですかね。これずっと今日朝入りの豆でやってます。はいはい、はい、朝やつ結構。まあ、ハンドドリップちょっとぐらいですかね、真ん中ぐらい。まあ、これも微調整でなんとかなるレベルですね。もう本当にあの調節がなんていうか、もう無段階で調節できるので、はいはいはい、もう微調整しまくりです。はいはいはい、でもやり込み要素はすごいありますよね。なるほど。で、次がまあ結構粗めであれば、結構こんぐらいかな、まあ、これ粗めですね。これ粗めですね。早っ。まあさ、粗いからね。これはそうですね。エスプレッソ体だとどうしても時間かかるんですけど。はい。どうかな。もうちょい粗くもできるかな。はい。粗めとドリップ液とエスプレッソ液、はい、全部が一段の機械でいけるっていうことですね。そうですね。はい、なるほど。いいんです。効き目を見せてもらったんですけど、はい、これの発売時期、いつですか？一応今回の SCAJ で予約してくださった方にはまず11月の中頃から末にかけて発送する予定になっています。で、実際の正式な発売はその後になるので、まあ、12月頃になるかなっていうのは18日ぐらいになるかなと。うちに届くのはいつですか？うちに届くのは、はい、もし新品じゃなくていいなら今日いろいろ並べてる中の1個を送ります。買うのでまた。あ、分かりました。今ちなみに白と黒2カラーあると思うんですけど、はい、どっちが人気ですか？いや、案外白人気なんですよ。人気でしょ？そう、白人気なんですよ。白ないですもんね、他のところね。ないですね、確かにそうですね、うん、ちょうどやっぱキッチン馴染みもいいし。そうか、白人気なんですね。白人気ですね。なるほど。ケトルが白って人結構いて、ケトルに合うグラインダーがあんまなかったりとか。あ、やっぱキッチンのセットアップは。なるほど。もう逆にね、探しててもなかったりした。そうか、そう。他にもたくさん動画は出してるんですけど、まあ、今回とりあえずこれですね。とりあえずこれです。で、今年はもう確実に発売すると。はい、発売する。絶対出すんで。絶対出すんで。怖いな。なんか怖い。大丈夫だって。という、今回はバリアの VS3 というミルを器具さんに紹介
させていただきました、はい、ありがとうございました。ありがとうございます。暮らしとコーヒーの動画。ライブではありがとうございました。はい、ありがとうございます。今日あの取材って言って来てるんですけど、はい、何しに来たかというと、はい、お支払いに来ました。ありがとうございます。すいません、先ほどの公約を守りに、はいはい、あのあいつ実は買ってねえだろうって言われたら嫌なんでこれお願いします。ありがとうございます、はい、じゃあ後でまた生産を、はい、させていただきます。動画の反響どうでした？そうですね、まあ、結構このオプションをあの食いついてこらいらっしゃる方多かったので、はい、合わせて7台ぐらい。あ、結構動きましたね。なんでもうあと10、20、あと10何台ぐらいですね。はい、10何台です、はい、ということなんですね。ありがとうございます、はい、でこのオプションをさっきはライブでやったんですけど、はい、さっきできなかったことで、うんうん、粗めのものとドリップ液とエスプレッソ液、うん、あ、なるほど、この3つを引き比べをしてほしいんですよ。あ、で豆の量はまあそこそこでいいです、はい、で分かりました。広げてもらって、まあ、どれぐらいいけますよっていうのを見せてもらえたらなと思います。あ、なるほど、分かりました。ちょっと浅めですね。まあミディアムちょっと、うんうん、ミディアムちょっとですね、はい、これちょっと用意しようかな。やっぱ今年今 SCAJ ぐるっと回ってきたんですけど、はい、電動強かったっすね。電動ミルが至るところで出てて、はい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 、この後に、うん、バリを買いました。僕あのライブ中に十何万使ってるんですよ。やばい、やばい、儲かってますね。いや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 、 YouTube 羨ましい。いや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 、あとここのセットも100万セットがありますもん。そうですね、もうあれとか買ったらね、もう半分いっちゃいますからね。ですよ ね、割とコーヒー行きやすいなっていう。確かにそうですね、まあ、あの DCS さん行ったら1000万があるんで、ローリー一撃1000万がある、間違いない焙煎、はい、約束された焙煎。そうじゃあすいません、引き比べをお願いします。ある程度ですよね。 10g ぐらいでいいですかね。そうですね、10g ずつぐらいでやってもらって、このぐらいにしてましょう。いやけど動画中の引き強かったですよ。うちの動画って後から聞いてくるんですよ、で明日来る人が多分今見てるんですよ。あ、そうなんですか。だから明日明後日とこの様子どんなんかなって見る方々は、うん、あのライブ結構ぐるっと回るから参考になるみたいな。それは嬉しいです。めちゃめちゃ動画見てきましたっつったら優しくしてあげてください。あ、もちろん、これも誰にでも優しいの誰にでも優しい、機械にも優しい、機械にも優しい、もうフレンドリーなんで、フレンドリー、はい、巻き込まれてますよね。これが今、うん、どこですか？粗めですか？これ今細かめから設定してます。あ、なるほど。こう無段階なので、うんうん、こう聞いてみて大体細かさを見ながらこう調整していくっていうようなグラインダーですので、まあ、マッツァーと、ね、同じ無段階ステップレスのグラインドサイズのメッシュの調整ということになりますので、なんか本当電動ミルもこの1年の進化がすごかったですよね。いや、すごいと思いますね。いろんなところからいろんなものが、はい、多分バリアも似たような設計だと思います。なので比較検証しようと思ってます。いいと思います。まずこれですね、はい、このちょっとエスプレッソ用、エスプレッソ用かなりもうちょっとダマできちゃってますけど、本当このパウダーが細か、はいはいはい、こういうまずレンジのものが一つ、はい、どのぐらいかな。で抽出の今のこのエスプレッソはクリック数でいうと何クリック、今のクリック数だと0点っていうのがこれまず全部締め切ってもらってから合わせるんですけど、これねこの番号が書いてありますね、はいはいはい、1,2,3,4 ぐらいで今それぐらいですね。4ぐらいですね、はい、締め切ったところから4段階です、ね、そうです、はい、で元々締め切って今これが約1ぐらいなんで、はいはい、次これの1周回った半ぐらいで設定してみようかなと思います。はい、周回したちょっと半分ぐらい、じゃあ 1.5 で多分ちょっともうちょっと細かいかもしれないですね。ちょっと見てみましょう。はい、ここでまだ今切り替わってきたけどちょっとまだ細かいんで、面白いですね、もうちょっともう半分でもいいかもしれない。なんかツイッターで SCAJ 出れたら面白いよねみたいなことを言ってて、はい、実際出れてるから。いや本当ですね。どの段階から決まってたのかな。いやもう去年ですね。あ、去年。そうなんだ。まだ僕はもう事業始めて今年で3年目ですので、まあマシン屋としてはいつか出てみたいなっていう、確かに、ね、目標のところだったんですけど、うんうん、いや小出くんからいろいろお話は聞いてて、ありがとうございます。広島でいろいろお話してて、はい、直属の先輩なんでね、から行ってあげてくださいみたいな話もちらっと広島であって、はいはい、いやそれ以前に僕めちゃくちゃ気になってるから普通に行くよって。いや、ありがとうございます。次
がミディアムレンジがちょっと怖い。ベシエさん辞めてもみんな結構仲良しですよね。あ、そうですね、うん、本当でもあのすごい組織的にですかね、かなり優秀な方、まあ、僕へのなんですけど、業界で活躍される方多いので。いいです ね、 ね、ドリップ液です、ね、ドリップぐらいの、はい、まあ、豆によって若干変わるけど、うん、それが目安ぐらいですね。そうですね、わかりました。さらに多分1周ぐらいしたらめちゃくちゃ粗いかな。あまりそこを最後の粗さにしときましょう。そうですね、多分もう粗い分には楽勝なんですよ、多分この刃はですよね、はい、むしろ細かい方が難しいですね。そう、細かい方がやっぱりね、あのいろいろ要求するものが大きいので、うん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 、刃のパターンだったりとかモーターのトルクだったりとか、うん、じゃあこれで、はい、結構粗めです。なるほど。なので結構スキックスピードが48ミリなので、はいはい、あの結構速いですね。やっぱり効き目がもう激粗ですね。はいはい、激粗はどのくらい。あー、粗粗です。あ、けどこれなんか使う人いそうですね、この息は。かもしれないですね。でこちらがエスプレッソ引き、ドリップ引きで、なるべく粗めもちろんこの間も無段階の調整ができるんで、ね、無限にあるので1台でこれだけの幅ができるということですね、はい、そうです。なるほど、はい、参考になります。ありがとうございます。これ今日本では本田さんのとこだけですか。そうですね、ショーのディストリビューター僕だけですね。なるほど。いやこれなんかいろいろ触りがいがありそうで、うん、で今度うちでまた動画の企画でやるときにいろいろ聞いてもいいですか、うん、あ、もちろん大丈夫です。ご質問を受け付けております。いろいろよろしくお願いします、はい、こちらこそ今回ありがとうございました。ありがとうございます。どうも。あ、ま、で最後クラファンの宣伝を、はい、そうですね、はい、ありがとうございます。もうすっかり忘れちゃったね、はいはい、R&D あの大阪支店で、大阪に関西に支店を持ってるんですけども、はい、まあ、この度クラウドファンディング挑戦させていただきまして、はい、で東京に新たにテクニカル拠点作らせてもらって、うん、東京のロースターカフェのサポートに回ろうかと思います、はい、でリターンっていうのは、まあ、R&D らしい、普段行っている点検コーヒーマシンの点検メニューだとか、うん、まあ、グラインダーももちろん相談もできますし、あとは浄水器の交換とか、はい、まあ、その他もろもろございますので、はい、ぜひあのご支援の方よろしくお願いします、はい、今度 R&D とは何者かみたいな動画撮りに行ってもいいですか。あ、もちろん。でそのすごい機械を詰めてるところとか、この1本でまとめ編なんで、はい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 、ちょっと事細かにお話聞きたいので、あ、もう全然その時はよろしくお願いします。いえ、こちらこそよろしくお願いします。どうもありがとうございました。いえ、ありがとうございます。 R&D エスプレッソの本田さんでした。ありがとうございました。ありがとうございます。暮らしとコーヒーの動画、多分モーターが強いんじゃないかなと思って、自動で止まるんですけど、もう一回押したら止まる。で、引き目がこれぐらい。 SCAJ で最新電動ミル、はい、これをまるっと見てきました、はい、で今回はとにかく初めて見るものの中で、うん、バリアの VS3、 あとオプションのラゴムミニご紹介させていただきました、はい、夏目店長、見た感想はいかがでしたか。なんかとりあえずね、うん、ちょっといい、どうぞ。買うって言い過ぎじゃないいや、買わないとできない。買います。はい、買います。はいはい、ごめんなさいそうですね、もうなんかあのライブ配信で気分が高揚してしまって、ああいうことになっちゃったんですけど。電動ミルは、うん、なかなかこれっていうのがなか今までなかったんですけど、うん、なんかこんなにも出てきてるんだっていうのが驚きましたね。電動ミル市場って、まあ、ミルッコとかナイスカットミルとか、うん、まあ、ボンマックとかだったけど、基本的にあのこういう形じゃないですか、うん、だし、そこでもうビタッと止まってたんで、まあ、ミルッコが実際強かったんですよ、うん、で今回の僕の電動ミルを探すテーマがミルッコに代わる新しいミルを探せだったんですよ、うん、まあ、半業務用としても使えるぐらいの品質と性能っていうのを探したんですけど、うん、まさかそれプラスアルファデザイン性、うん、こんなに見た目が変わるって全然思ってなかったし、うん、確かに囚われてましたよね。なんかミルこうじゃないといけないみたいなところに我々は囚われていて、やっぱ海外って柔軟だから、そういう意味ではすごくこう自由な形で電動ミルが開発され、なおかつクオリティっていうところも僕らが想像してなかったぐらいのクオリティを今出してきてたので、まあ、これから本当にどんどん年末からね発売が始まるんですけど、押せるのかどうかっていうところをこれからレビューしていきたいなと思っています、はい、まあもう現物来てるしね、オープニングであったけど、はい、手引きミルはもうある程度極まったんですよね、はい、でそこに電動ミルが追いついてきてるので、うん、これからしばらくその電動ミルの進化だったり、本当電動ミル欲しいっていうかとても多いので、うん、そこにお答えできるようないいレビューを出していけたらいいなと思っております、はい、
もう一つ大事なお知らせがありますよね。あります。僕が東京にいる間に実は動画が出てたんですけど、こちらの VTR をどうぞ。なんか最初飲んだ方が苦味があったような気がする。東京なんか軽めというか、うんうんうん、あでも後口は結構なんかこうガンときますね。あーよかったです。ソースと舐めて美味しいコーヒーなんで、うんうんうん、ね、お好みと食べればまた変わった感じが出ると思います。ありがとうございます。まあこれうちみっちゃんで売ってるじゃないですか。はい、プラシトコーヒーさんで売ってください。この体験をまあ広島に来れない人、岡山の人にちょっと体験してほしいなと思うんですけど。一回行かねえけんですかね。冷凍もあるんですけど、やっぱり焼きたて。いやもうそりゃそうなんですよ。ですね、まあ、うん、行きたいけどそういう場所ってありますか。確認ですけど、2代目が岡山に行って焼くってことでいいんですね。もちろんもちろん。行きます。行きますよ、待っててください。はい、ということでみっちゃん総本店のトップも広島流お好み焼きのトップと言っても過言ではないと思いますのである2代目、はい、それから実はもう一人いらっしゃるんですけど、うん、本店の店長さんがいらっしゃる。おみっちゃんの2トップがクラシトコーヒーにやってきますを焼いてくださるというところで、うん、もう基本的にはそば肉玉と、はい、あとトッピングがあるとすればネギかけかイカ天、うん、すごい広島らしいものと、あとコーネ焼きと煎じ殻、うんうん、これ もう広島ならではのものなんですけど持ってきてくださって、こちらで実際に鉄板で外のねクラスの庭で焼いてくださるということになっております。で、今回はやっぱお好み焼きとコーヒーの体験を岡山の方にもしてもらいたいっていうテーマですので、コーヒーも、はい、もう2代目がいらっしゃるので僕は実際外でネルで立てます、うんうん、ですのでもうこの日限りの特別なコラボ2日間になりますので、みっちゃんのお好み焼き気になってたけどちょっと広島まで行けないとか、クラシトコーヒーに来てみたかったけどいつ行こうかなってタイミングを見計らってた方はここです。ただしちょっと注意点があるので夏目店長注意点お願いします。はい、今回このみっちゃんのお好み焼きは、お持ち帰りでの提供となり、外では、まあ、お召し上がりいただけるようにテーブルはご用意しますが、店内でのご飲食はできません。はい、コーヒーもテイクアウトカップで外でご用意させてもらうということになります。お好み焼きは10時から、17時までとなっております。はい、でこの間に予約も取るんですよね。はい、はい、予約に関しては概要欄に貼っておきます。フラッと来ても買えます。はい、予約の列と、その場で買う列というのは分けますので、そちらで、買っていただけたらなと思います。はい、2日目13日の日曜日は実は岡山マラソンの日でもあり、はい、少しこの街中が、通行止めになったりする時間帯によって状況がありますので、うん、ちょっとその辺ご不便おかけしますが避けてね、いただけると通っていただけると、はい、はい、まあ、詳しくは岡山マラソンのホームページの方でどこが通行止めとかっていうのが出てますので、そちらの方でチェックをお願いいたします。はい、はい、では2日間、うん、コーヒーとお好み焼きの一大イベントが、はい、クラシトコーヒーであるというお知らせでした。はい、ぜひ遊びにいらしてください。クラシトコーヒーの動画、はい、今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画いかがでしたでしょうか。気に入っていただけましたら高評価チャッチャッチャ、チャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。またツイッター、インスタグラム、TikTok 等 SNS もしておりますので、そちらの方もフォローいただけると嬉しいです。はい、いろいろなんかゲリラ情報とかあとデイリーなお知らせとかはツイッターで出すことが多いです。で、お店のお知らせ、お好み焼きのことだったりとかっていうのはインスタグラムの方が多いかなと思うので、よく分けてますので、ぜひどちらのフォローもよろしくお願いいたします。さて、来週のクラシトコーヒーの動画は、来週はいよいよ電動ミルやろうかなと思ってます。まあ、実機も届いてますので、はい、バリアの VS3 と、オプションのラゴムミニ、これがどう違うのかっていうところを実際に性能を見ながら比較検証していくという動画を、来週は、バリアは多分うちが最速になるんじゃないかな、これデモ機で来てるので、はい、ですのでこの2台の比較検証を来週はやっていきたいと思っております。はい、ではまた次の動画で。
さよなら。さよなら。暮らしとコーヒーの動画。はい、お疲れ様です。お疲れ様です。そんなのゆっくり考えさせんか。じゃあ一応自己紹介お願いします。就実大学の経営学部経営学科の杉野彩香です。お願いします。あ、杉ちゃんです。はい、杉ちゃんと森ちゃんです。森ちゃんとカッキーです。はい、3人は仲良しなんですか？微妙です。じゃあ備前焼き祭り3人でうちのインターンで最初に経験したイベントだったと思いますけど、もうどうでしたか？2日とも割と暑くて、お客さんがヘトヘトになってお店に入ってくるっていう状況だったんで、うん、早く提供してあげたいなとか。なるほど。休憩の場を作ってあげたいなっていう思いはずっとありました。店ってパンパンだったんですか？店結構満席でお断りする時もあった。へえ、大変だったね。大変でした。楽しかったです。あとやっぱ人が結構集まる時のイベント出店をする出店者側として状況判断がまあ一番大切かなっていうのが分かったんで、器フェアに向けてバイトとかでもそのお客さんの客足とかを見つつ行動できればなと思います。はい、鳥がいいですね。いや鳥なの。はい、備前焼き祭り、市外から離れた地域でも、うん、そのクラシトコーヒーのファンの方がたくさん来ていて、どこにいても来るような人気なところなんで、私たちも頑張ってそれに名を汚さないようなコーヒーをその器フェアで提供できたらなって思いました、うん。はい、じゃあその3人を見て夏美店長を作って。はい、マスク外してください。じゃあ夏美店長です。はい、夏美店長どうでした、はい、3人の働きっぷりは、あのね、予想、想像していた通りすごく臨機応変に自分で考えて動いてくれてた。一回お願いすると勝手に次やってくれてるのではなくて、うん、あとさっき言ったようにそのお客さんの人通りを見ながらもういいんじゃないですかとか、もう一回作ってくださいとか、すごい的確に指示をくれて、わ、うん、かったっつって。暑くって、ほんとにかく暑くて、うん、アイスコーヒーばっかり、ひたすらアイスコーヒーを作ってて、うん、氷がね、なくなるんですよ。で、その氷の用意とか、夜間のお湯の用意とかも協力してやってくれてた。だから、私なんかすごい、いつも必要な時に必要なものがちゃんと揃われている状態で作れるから、うん、お客さんにもスムーズに私ができる。働きやすかった。うん、なるほど、褒められます。どっかで瓦解するかって。お疲れ様でした。お疲れ様でした。